おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文雄が今日も皆様に、行徳は弁天の森からコミュニケーションワンポイントをプレゼンテーションさせていただきます。弁天様は知恵の神様です。この今年の暑さでですね、弁天様の木がですね枯れちゃいましたね。よっぽど暑いんですよね。ここはですね、水回りはいいんですよ。ここちょろちょろと水は出てるんですけれどもね。はい、今日も高野文雄の人間力大学からのお届けになります。今日はですね、コツ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 勝つというお話をしたいと思います。どんないいこともですね、いつまでもいつまでもコツ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 長く続けることが重要だと思います。今ですね、駅前公園での連行太極拳が終わったんですが、ずっと過去を追ってみるとですね、28歳からやってますから30年以上続けてるんですよね。でもですね、面白いことを発見します。私どものですね、連合太極拳の仲間はですね、結局は古くからの仲間がそのまま残ってですね、まあスタート時は50歳ぐらいでしょうね。今80歳とか90歳のおばあさんばかりですね。男性も 4、5 名いますが、昔からの古い仲間がですね、まあ 4、50 名残ってます。たまにですね、ドッと入ってきますが、そういう人たちはドッと抜けていきます。出入りは入るんですが、結局は古くからの仲間が残る。これはですね、まあ私のこの連合太極拳、あるいは月2回通ってるですね、空手の道場の空手の稽古もそうですが、英語のですね、こういうバイリンガル YouTuber もそうですが、毎日コツ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 勝つと、長く続けてれば必ず花開く時が来ますよという祈りを込めてですね、コツコツコツ勝つのお話をいたしました。さようなら。